セブンパークアリオ柏は千葉県柏市にあるセブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設である。柏市の湘南中央土地区画整理事業の一環として建設され2016年4月25日オープン。アリオとしてはアリオ市原に次ぐ18店舗目となる。一方で従来の ありをさらに進化させた新業態であり、新たな野望であるセブンパークとして開業する。かつて、旧昭南町では昭和初期頃に手賀沼周辺などでのリゾート開発などを目指していた歴史があり、その志を受け継いだ公園と商業が一体となった施設としている。公園ゾーンはスマイルパークと称され、公園としての機能のほか、 野外コンサートやバーベキューができるスペースが設けられる。1階にはビッグワンダーと称されたスペースがあり、ここには地図のコマや本などを巨大化したオブジェが設置されたスペースがある。2020年に放送を開始した仮面ライダーセイバーではエンディングテーマ内でビッグワンダーが使用されている。商業施設の内装デザインは相葉隆則。 各テナントの一覧、詳細情報は、セブンパークアリオ柏ホームページ及びプレスリリースを参照。キーテナントの伊藤洋華堂をはじめとして、セブンアイホールディングスの専門店の大型や、そごう、西部の食料品を中心とした小型店などが出店している。一方で、 アリオ内としては唯一となるドンキホーテも2020年11月21日に開業する。アビコ駅北口に停車中の無料送迎バスバス、停留所は、当施設内のバスロータリー、セブンパークアリオ柏バス停と、国道16号沿いのセブンパークアリオ柏前で分かれている。柏市湘南地域の予約が大乗りタクシー、柏に来るの。 情報場所も設置されている。ありがとうございます。